こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はスペインですね。スペインのですね、エル・エスコリアル修道院の図書館をご紹介したいと思います。このエル・エスコリアル修道院というのは本当は長いんですよね。サン・ロレンゾ・デ・エル・エスコリアル修道院って長いので、エル・エスコリアルもしくはエスコリアル修道院と、呼ばせていただきます。でこの修道院の場所なんですけれども、実はマドリッドのすぐ近くなんですね。ここにマドリッド、スペインのですね、首都であるマドリッドがありまして、そこから車で30分とか40分ぐらい行ったところにある、本当にマドリッド郊外っていう感じなんですね。でマドリッドからの例えば半日観光とか1日観光、エクスカーションであればですね、大体皆様行かれるのはトレド、多分行かれた方も多いですよね。もうトレドは私の説明必要ないぐらいです。もう一つはですね、セゴビアというとですね、ローマ水道橋があったりですね、もしくはディズニーの白雪姫のそのお城ですね、のモデルとなったアルカサール、そういったものがあるところで、このどちらかに行かれるというケースが多いんですけれども、どうしてこのエスコリアル修道院をなぜ行かないかみたいな感じでですね、本当は実はすごいんですね。でこちらがその修道院なんですね。見た目ですね、地味です。派手な建築様式ではないですし、また各塔の上にですね、聖人の彫刻がこう立っているという、ミラノの大聖堂みたいなそんな感じでもないですし、見た目ですね、ちょっと土系色ですし、地味は地味なんですけれども、実は中身ですね、内装ですね、天井画とかこの修道院内部のですね、結構すごいんですということでですね、とても建物群ということですね、多くの建物があって敷地面積もとても広いんですけれども、今回ご紹介するのはその図書館なんですね。まずはこれを見てください。すごいですよね。ヨーロッパのその修道院の図書館って結構このタイプの美しい図書館があるんで、いくつかあるんですけれども、これはですね、多分世界の美しい図書館10とか20とかっていうと、大体選ばれるタイプの図書館なんですね。この天井がですね、これは別にライトアップしているわけではないんですけれども、日の光の入り方とかですね、写真の撮り方によってこういうふうに非常に綺麗に写真が撮れるということなんですね。ただですね、他のですね、例えばチェコにもですね、非常に美しい図書館があるんですけど、そこなんかと比べるとですね、この書棚ですね、書籍棚がちょっと地味な、普通はゴテゴテとした彫刻があったりですね、金細工が貼り付けてあったりとかですね、そんな風になるんですけれども、ちなみにですね、これもちろんカソリックです。ここは何もなくて、そこはちょっと地味かなという感じなんですね。でこの天井画なんですけれども、こう寄ってみますとね、これちょっと写真暗くて申し訳ないんですけども、非常に細かいタッチで書いてあるんですね。これは一番奥行きのどん詰まりのところの絵画ですね。他にもですね、いろいろ見てみますと、これはこのドーム型になっているところなんですけれども、ちなみにですね、このドーム型になっている天井のことをボールトっていうんですね。ゴシック建築なんかではよく使うんですけれども、その部分のこの絵画ですね、カトリック教会のものなので、もちろんこの聖書の一場面をですね、絵にしているというのがほとんどなんですけれども、非常に細かいタッチで描かれていて、やっぱり室内なので、また1500年ぐらいのものですね。この建物、ごめんなさい言ってなかったですね、1500年代の後半なんですよ。1560年から80年ぐらいの間に建てられたものなんですね。ですからまだ数百年なので、非常に絵が綺麗に残っている、もちろん修復作業も続けてはいるんですけれども、非常に綺麗に見える、本当にその観光にここまで30分40分車飛ばしてきたというだけのものはある、見応えのある図書館なんですね。こんな風にですね、図書館そのものはこの、なんていうんですか、一本の道というんですか、一つのエリアだけではあるんですけれども、この非常にこの大きな天井、そしてその天井画、そしてちょっと地味な書籍棚ですね。でですね、ヨーロッパの修道院の図書館って私も何度もいろいろ見てるんですけれども、なぜか特徴的なのはですね、なぜか真ん中に地球儀があるんですね。ここちょっとロープが張ってあるので、地球儀触らないでくださいねってことなんですけれども、他の修道院の図書館でもですね、大体地球儀が、真ん中立ったり端っこ立ったりでも
地球儀が置いてあるんですよね。これなんででしょうねとか思うんですけれども、まあそんな風な美しい図書館ではあるわけです。でですね、この修道院そのものはですね、まあ、非常に大きな敷地の中にあって、実はここにですね、ホテルまであるんですね。ですからこういう、まあ、まさにホーリープレイスですね。こういうところですね、清らかな気持ちになって図書館の美しい天井画も見てですね、ここで一泊泊まりたいっていうお客様はですね、まあ、ここホテルがありますので、まあ、ご予約をしていただけるとですね、まあ、ここにお泊まりいただいてっていうことになります。でアクセスはですね、あんまり良くないです。近くに駅があります。近くに駅があってマドリッドから行けますけれども、駅を降りてからですね30分ぐらい歩くんですよ。ですからその30分歩くんだったら、マドリッドから車を飛ばせば30分でここ着いちゃいますので、まあ、やっぱりですね、まあ、その宗教施設の説明という意味でもですね、まあ、ガイドさん、できれば日本ガイドさんなんかと一緒にですね、この図書館、そして、まあ、もちろん図書館だけではなくて、まあ、今回は図書館だけのご案内ですけれども、また別な動画でもですね、このエスコリアル修道院全体の、まあ、内部の様子とかもご案内することになると思いますので、まあ、そういったものも合わせてご覧いただくと。そして心清らかに一泊泊まって、その後はセゴビアに行かれるとかですね、もしくはこのトレドの方に行かれるとかっていう風な感じにすると、一泊二日の楽しいマドリッド近郊のエクスカーション旅行っていうのができるんではないかと思います。今回はですね、マドリッド近郊にありますエル・エスコリアル修道院の図書館ですね、これは図書館ですよ、図書館をご紹介いたしました。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。